皆さんこんにちは、目玉です。この日は選挙の投票に行って、爪を変え、準備万端で手にプリのオタ活に臨みました。やってきたのは渋谷のモディ。こちらの7階で今テニプリストが開催されています。テニプリストは2018年にオープンしたオフィシャルストアだったんですが、今回夏の間復活ということで早速お店に行ってきました。テニプリスト内はたくさんのグッズはもちろん、店内にもいろいろな展示があったので眺めてるだけでも眼福でした。こちらは声楽表亭立会のサイン付きジャージと、周りにはキャストさんたちのサイン色紙が並んでいます。グッズは昔のテニプリストで販売されたものもあったみたいで、私はこちらのおしとりくんの等身大タオルを買ってしまいました。その後テニプリストを後にして向かったのがハチ公前の渋ハチボックスです。ここでもテニプリとのコラボが開催されています。ボックス内の一角がテニプリコーナーとなっており、テニプリストで発売されているグッズたちも展示されています。一番奥の壁にはりょうまくんの周りにメッセージを貼れる場所もありました。最初の方ですごい行きましたね。先週くらい、そうです、そうです、7月の頭からやってるので、なかなか来る時間なくて、会うのは知ってたんですけど、はい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 、寄せ書きあるとは知らなかったです。そうなんです。性格もね、すごいですよ、皆さん。はい。愛感じますね。皆さん、愛感じます。係の人たちがとってもフレンドリーで、素敵空間が溢れていました。こちらのタペストリーも週ごとで変わるらしいです。その後は渋谷を離れ、神保町に向かいました。現在、集英社神保町三丁目ビルでは、新テニスの王子様の特別展示が開催中です。建物の正面はもちろん、横に回り込むと、こちらには漫画の本編が展示されてあります。
ちょっとここからは過去行ったオタ活の動画になるんですが、アニメートカフェの細々した写真などがあったので、それをちょっとご覧になっていただければと思います。はい、こちらはもう恒例ですね、白スーツの王子様たちです。結局アニカフェには計3回行きました。ぼっち参戦したり、お友達を誘ったりして、いろいろなドリンクやフードを楽しみました。こちらは池袋のサンシャインシティですね。氷点味のある板場が欲しいなと思って、こちらのアンドシュエットさんで水色のカバンを購入しました。あんまりブリブリすぎないのがいいなと思いませんか。はい、というわけで若干時空が歪んでしまいましたが、今回も楽しい楽しいオタ活となりました。今後もたくさんテリプリを押していこうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。お相手は目玉でした。バイバイ。I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down the city street while trying to put my mind at ease. I'm finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the symphonies and take a shot at anything. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So love.